ポール・ W ・キャラウェイ、ポール・ワイアット・キャラウェイ、ポール・ワイアット・キャラウェイ、1905年12月23日から1985年12月13日は、アメリカ陸軍の軍人で、最終階級は、陸軍中将であった。1961年2月16日から1964年7月31日まで、第3代琉球列島高等弁務官を務めた。 1905年12月23日、アーカンソー州ジョーンズボロで父、サディアスと母、ハッティの間に生まれた。三人兄弟の一人であり、兄弟の名はフォレストとロバートで、後にフォレストはポールと同じくアメリカ陸軍将官となった。両親は共にアーカンソー州選出のアメリカ合衆国上院議員を務め、母は女性で、 初めて選挙により選出された上院議員である。彼はジョージタウン大学を卒業し、1933年弁護士の資格を取得した。軍を代役した。彼は1965年から1968年のアイラー・アカンソー州のハーバースプリングスで弁護士を開業し、その後ワシントン DC のベンジャミン・フランクリン大学で教鞭を取った。彼は メリーランド州で晩年を送ったとされる。彼は小柄であったため、スモール、ポール・キャラウェイと呼ばれ、趣味は銃の収集のみで有名な仕事中毒者であった。アメリカ陸軍軍士研究所には、キャラウェイの陸軍士官学校在籍時代から退役時まで関する文書と写真を保管し、またフーバー戦争、革命、 平和研究所には1953年から1964年までの彼の記録を含む論文が所蔵されている。1929年に陸軍士官学校を卒業し、同年少尉に任命された。1935年から1937年、中国、天津で第15不評連帯に服した。また、1938年から1942年、 陸軍士官学校で法律を教えた。1942年から1944年、アメリカ合衆国旧陸軍省の参謀幕僚を務め、第二次世界大戦中の CBI、中国、ビルマインド戦線で、陸軍参謀長アルバート・シー・ウェデマイヤー大将の補佐として仕えた。1945年陸軍巡将へ昇進し、 陸軍から主勲章が授与された。戦時中多数の役職を持っていたにもかかわらず、彼は一度も戦闘を経験したことがなかった。1945年から1946年は中国重慶で軍事連絡部の将官として指揮し、1947年には国防大学の教官、1950年にはイタリアトリエステの部署に配置された。また彼は、 当時のアメリカ合衆国副大統領、リチャード・ニクソンと同行し、アジアの国々へ外交任務を行った。1955年8月から1956年4月まで、韓国で第七不評手団の指揮を取り、1957年から1958年までは、在日米軍本部で参謀幕僚を務めた。1964年には二度目の主君章と同じ。 勲章を重ねて受領したことを意味する歌詞派章が与えられ、陸軍中将に昇進した。朝鮮戦争後は陸軍研究開発局局長に任命された。1964年には陸軍中将として退役した。キャラウェイは1961年2月16日から1964年7月31日まで第三代琉球列島高等弁務官を務めた。 しかし、アメリカ上院議会は彼を中条への昇進を未だ承認していないにもかかわらず、沖縄に到着した彼は中条の証である三つ星勲章を身につけていた。これは沖縄住民に強い印象を与え、そして一刻も早く住民の地位を確立することが重要だと彼は考えた。キャラウェイは沖縄は中国に対して防衛するため、 アメリカ軍支配における重要な地域であると考え、さらにアメリカ軍による占領は沖縄にとって前向きな力になると信じた。沖縄経済は彼の支配下で成長し、沖縄が日本復帰すれば権威主義者による支配や沖縄住民に対する差別が行われると考えた。キャラウェイは沖縄の政治家は有能とみなしたが、彼らとは対等な立場にないと考えた。 彼は電力価格の値下げ、また著名な銀行の幹部を詐欺の容疑で逮捕するなど沖縄の金融業界の改革を行った。実際キャラウェイ本人が行った命令ではなく、高等弁務官命令という名目で、琉球政府が金融機関への不正的発に踏み切ったとされる。戦前の沖縄は一人当たりの収入が全国で最も低かったため、キャラウェイの統治下で沖縄を アジアで一人あとの所得が最も大きい一地域にさせようと考えた。しかし経済的な成功をもたらしたが、多くの沖縄住民と日本人から独裁政治を行った理由で非難された。彼は住民による自治運動を鎮圧し、左翼組織から非難を受けたが、沖縄の実業家から称賛された。本土復帰を望む運動は全て鎮圧させられ、日本と密接な関係にある、 琉球政府立法院が可決した案に対し拒否権を行使し、このような行為は住民からはキャラウェイ旋風と呼ばれた。1963年3月5日、那覇市のハーバービュークラブで行った金門クラブ月例会で沖縄住民による自治は神話に過ぎない。と発言し、住民らによる自治を認めなかった。キャラウェイは当時の 中日アメリカ合衆国大使エドウィン・オー・ライシャワーと対立し、大使館からの重要な情報を伝達せずに保留することがしばし行われた。ライシャワーは、当時のアメリカ合衆国大統領ジョン・カイケネディの沖縄に自治権を与える計画に指示し、日本政府に沖縄へより大きな財政援助を行うことを容認した。キャラウェイはこれらすべての措置に反対し、 彼らが沖縄に存在する戦略的に重要なアメリカ軍基地を奪うのではないかと信じた。ライシャワーの回顧録に彼はキャラウェイを頑固な男、ブル、ヘッダドマン、独裁者、オータクラティックと批判し、またキャラウェイが解雇された際には彼は役に立たない。彼は厄介者で自分自身は何でも知っていると思っていたようだが実際何も知らなかった。と述べている。 キャラウェイは、ライシャワーは、日本と陰謀を企て、沖縄からアメリカ軍を力ずくで追い出そうとしたことに非難した。1962年、ケネリ大統領は、沖縄を日本に復帰させる意欲を示した。この、ケネリの政策により、立法院を拒否権で抑え込んだキャラウェイの権力は、制限された。1963年3月に、 キャラウェイは演説で沖縄の自治権を強く保する住民は彼ら自身で政治を行う能力はない。と発言し、政府職員の多くは彼の解任を要求した。同年に起きた渇水によりダム貯水率が40%よりも下回った際、キャラウェイは取水制限を行った。1964年8月1日、彼は高等弁務官を退き、 時代のアルバート・ワトソン二世に引き継がれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。